はい、皆さんこんにちは。今ゲージの蓋を開けてあげたらすごいすごいコロ吉が出たがってる。ですね、今日はコロ吉に今日はコロ吉に、ひまわりの種を買ってみました。なんか無添加みたいな書いてあったんでいいかなと思ってこれにしてみましたけど、コロ吉、ひまわりの種はね1日に2粒程度なんだ。でもこれすごいなんかちっちゃいですけど、これでも2粒しかあげちゃダメなのかな。コロ吉、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 来てくれた。コロ吉でいいの？はい、ひまわりの種。あ、手のひらにのせんだ。コロ吉、コロ吉、ほら手噛まないでよ。それ危ないんじゃない？それは違うんじゃない？あともう少し、もう少し、それだ。落としたでしょ。すごい、食べてる食べてる食べてる、コロ吉。じゃない、手だよそれ。いてねえコロ吉、それ手、指、ほら頑張って探してコロ吉、ほら、これ手のひらに乗せてって書いてあったんですけど、指噛まれちゃうんですけど、しょうがないんですかね。結構痛いんですけど。ほら、ひまわりの種、ひまわりの種だよ。コロ吉、ほら、ひまわりの種。嬉しい。嬉しいね。いや、え？あ、今、お、え？手に乗ってくれそうだった。ちょっと手に乗ってくれるかな。あ、手に乗りたかったわけじゃなくて、流血出たとこから血が出ました。コロ吉間違えちゃったんだよな、ひまわりの種とね。嫌いなわけじゃないよな、コロ吉。嫌いだったかな。早いよコロ吉。雨が出ちゃった。